夕方ルーチン心理浴、今日はね、雨が降ったり止んだりといった感じでね、今ねちょっとパラパラといった感じ。今日はね、静岡新聞の記者がね、まあここに来て、まあいろいろとねお話をしたんだけれども、その中の一つでね、今度、来週のね、16日、7月のね、16日にある、中国と日本を考える、家康の散歩道、ね、中国を愛する浜松案内人、ダンサー、松沼元子女子ということでね、今日ね、静大の情報学部のゼミでね、座学をやってる。その座学が終わったら今度今週の金曜日9日に、現地の実習ということでね、なんか聞いたら家康の散歩道をね歩くと言ったようなことでね話を聞いたんだけれども、風蘭ね、まあそれがまあまあ、今回ね、この中国と日本を知る家康の散歩道をね、まあ、企画して、で静大の教授に話をしたら、その今日ね座学をやってる社会学のね准教授と、まあ、会ってお話しして、で、まあ、ゼミに取り上げるということになってね、やってるんで、まあ、それがね今日9日とやるんだけれども、まあ、静大に取り上げてもらうってことでね、まあ、それで OK にしちゃおうかなとも思ったんだけども、まあ、せっかくだから一般公募でも、やりましょうということでね、それでまあ16日にね、金曜日9時半から10時半でね、定員5名、まあ、あとね、残席4名か、ということでね、受付募集中、申し込み受付募集中ということでね、やってるんだけれども、そんな話もね、静岡新聞のね記者さんにお話しして、で、もしよかったらね、16日取材に来てよっつってねお願いしたんだけどもね、そのチラシというかね、そのプロフィールをね、松沼元子氏のねプロフィールを見てもらって、なかなかね、魅力的な女子なんで、いろいろとねお話しして面白いと思うよみたいな感じでね言ってたんだけども、といったところで今日はね、今度のゆとり塾の課外授業、中国と日本を知る家康の散歩道、夕方も庭は気持ちいい。